皆さんこんにちは、佐藤美恵です。熱海市の中心部を流れる糸川にやってきました。季節はまだまだ寒い冬ですが、ここ熱海は濃いピンク色が美しい熱海桜が一足早い春の訪れを告げる町として知られています。熱海市は例年1月に早咲きの熱海桜と梅が紅白の花を咲かせ見ごろを迎えます。また日本一の生産量を誇り、昔から代々栄えると言われるダイダイも山の恵みとして外せません。今回のいい伊豆見つけたは、そんな縁起のいいものにあふれた熱海の初春に一押しの名品名所をご紹介します。さあ、どんな縁起のいいものに出会えるのでしょうか。熱海をめぐるいい伊豆見つけた、スタートです。日本で最も早咲きの梅として有名な熱海梅園にやってきました。毎年1月から3月には梅祭りが行われるんです。熱海梅園は内務省の長与千歳が、温泉がよく病気に効くのはただその中に含まれている塩気や鉄製にばかり頼らず、適当な運動をするからであると提唱したことから作られ、明治19年に開園しました。樹齢100年を超える古木を含め60品種およそ470本の梅が咲き誇り、梅祭り期間中はイベントが行われたり、土産店もオープンします。川のせせらぎを聞きながら散策できる、とっても落ち着いた素敵な場所ですね。なんか水の音が大きくなってきました。あれ滝でしょうかね。すごい迫力。水しぶきが来るんです。冷たいけど気持ちいい。綺麗。滝の裏側にも入れるんですよ。梅祭り期間中は足湯を利用することができるんです。気持ちいい。梅祭り期間中、早咲き、中咲き、遅咲きと順番に梅の花が咲き誇ります。開花状況については熱海市観光協会のホームページでご確認ください。熱海桜に早咲きの梅と、熱海は花いっぱいの町ですね。でも花より団子ということで、和菓子店の宇治の友本舗太田屋に立ち寄ることに。甘いものが大好きな私、お店に並んでいるお菓子に惹かれて入ってきちゃいました。こんにちは。こんにちは。お店の中も雰囲気がありますね。そうですね。どのくらい経っているんですか？90年ぐらい経っています。90年も経っているんですか、はい、ということは何代目に？3代目になります。あ、3代目ですか。3代目のこだわりって何かあるんですか？そうですね、国産のものを使い、一つ一つ手作りで作っております。あ、もしかしたら一人で作ってらっしゃる？そうですね。すごい、いっぱい種類もありますよね。でしかも国産のもの、一つ一つ手作り、わあ、どれも美味しいんでしょうね。どんなお客様が多いんですか？そうですね、地元のやっぱお客さんが7割ぐらいですかね。あ、7割、はい、じゃあやっぱりずっと愛されてるっていう感じなんですかね。だと思います。何
かこう熱海らしい、でしかもできたらこう縁起が良さそうなおすすめのお菓子があったらぜひ教えていただきたいんですが、今こちら梅もなか花舞というもなかがございまして、うん、ほがしの皮に北海道の十勝産の小豆を使ったこちらになっています。ピンクの梅の皮の方に熱海梅園の梅肉と梅酒を練り込んだ梅あんになっております。もう一つこちらの戸川桜をモチーフにした熱海桜というお菓子がございます。伊東川ってすぐ近くに流れている川ですよね。日本一早咲きの桜になっております。梅もなか花舞の梅味、形が上品で可愛いですね。梅は熱海市の花なんだそうです。いただきます。甘酸っぱい梅のあんと周りのパリッパリのもなかと相性抜群です。そして熱海桜、桜の焼き印が可愛いですね。で中がピンクなんです。いただきます。この皮がしっとりでこのしょっぱさと甘さがいいバランスなんです。職人が一つ一つ手作りで仕上げた和菓子は絶品。どちらもお茶受けや手土産にぴったりです。見てください、この景色、相模灘が一望できますよ。こんな絶景が見られるなんて何かいいことありそうです。敷地面積7万坪の熱海の高台に立つここ MOA 美術館で景色と数々の名品をめでる優雅な時間を味わいます。東洋美術の絵画、書籍、工芸を中心に国宝3点、重要文化財67点、重要美術品46点を含むおよそ3500点の収蔵品を誇る熱海を代表する美術館。展示室は中央にガラスケースへの映り込みを防ぐ黒漆喰の壁がかけられ、作品がより引き立つように設計されています。尾形光琳の国宝紅白梅図屏風は毎年2月の梅の季節に期間限定で公開されています。館内のメインロビーや20世紀彫刻の第一人者ヘンリー・ムアのブロンズ像が展示されているムアスクエアからは伊豆大島や初島など相模などの雄大な美しい絶景が望め、特に梅や桜との共演は秀逸です。館内には能楽堂もあり、優れた伝統芸能をはじめクラシック、ポップスなど上質のエンターテインメントの世界が広がります。円形ホールには世界最大級の万華鏡が投影されています。奥には日本庭園があるんですね。唐門も趣があってとっても素敵です。綺麗なお庭を散策した後はせっかくなので茶室一泊庵で一休みしていくことにしました。お待たせいたしました。あ、かわいい。こちらのお茶席は一泊庵と申しまして、はい、名前に由来がありまして、こちらの創立者の100年のお誕生日のお祝いを記念して建てられたんですね。でその100というお文字を1とこう白というふうにこう分けて、100という字をこうばらして、はいはい、それで一泊庵と
名付けました。ですのでこちら今ご提供させていただいているお抹茶も、その一泊という名前のお抹茶ご用意させていただいております。こだわってらっしゃる、はい、一つこだわりお話しさせていただきますと、こちらのお抹茶は農薬も化学肥料も一切使わずに育てたお抹茶をご用意させていただいているんですけれど、マイルドでとても飲みやすいお抹茶で、初めてお召し上がりになる方でも飲みやすいと大変好評いただいてます。楽しみ。お茶もね、体にいいですからね、はい、あとこのお菓子も、いやこれなんだろう、可愛い形ですけど、はい、こちらを2つご用意しておりまして、1つが梅の形をした琥珀と、今若い方に大変人気があるようなんですけれど、あともう1つが和三盆の宝尽くしというおめでたいお菓子でございます。季節季節でお菓子もいろいろ変えさせていただいて、桜の頃には桜のお菓子とか、はい、ご用意させていただいております。では早速いただきます。まずはお菓子から。季節の梅の形のお菓子です。透き通ってます、うん、うん、周りがシャリシャリしてて、中がちょっとゼリー状になってて、うん、おいしい。あー、全然苦くない、すっきりしていて、でもまろやかで、はい、この甘いお菓子と合いますね。上品な気持ちになった感じです。しかもこの綺麗な景色を眺めながら、素敵なお茶室でいただくお茶とお菓子、最高ですね。広い敷地のどこもかもが圧倒的に美しい美術館、皆さんも感動体験をぜひ。後半も縁起のいいものにあふれた熱海のおすすめのスポットを紹介します。